ヨーロッパコマドリ、ヨーロッパコマドリ、学名、英名は、スズメメヒタキカの鳥である。かつては、ツグミカに分類されていたが、現在では再編され、ヒタキカに分類されることが多い。ヨーロッパの文学作品等におけるコ、コマドリ、コマドリとは、本種のことである。ロンドンタイムズが1960年代初めに行った、人気投票でも1位になるなど、 イギリスでは特に馴染み深い野鳥の一つであり、政府などから正式に制定されてはいないが一般に国鳥とされている。ヨーロッパで一般的な名菌類の一種である。体長は12.5から14センチメートルと小さく、私有同色、顔から胸が赤代々色なのが特徴である。その周囲はやや青みがかった灰色に縁取られている。腹の色は白色だが、脇のあたりは、 褐色身を帯び、頭から背にかけては灰色がかったオリーブ褐色。腰から尾はそれよりやや明るい茶褐色である。翼は黒褐色で、自列風切りと三列風切りの外弁はオリーブ身がかっている。くちばしは黒色、足は暗ラニク色。ヨーロッパ全域のホカシベリア西部、東原は帯川、カフカース、アルジェリア、大西洋上のアゾレス諸島。 マデーラ諸島まで広く分布する。詳細は後日の亜種の不死を参照。ほとんどは流暢として分布するが、スカンディナビアなど寒冷地のヨーロッパコマドリは厳しい冬から逃れるため、フランスやイベリア半島、北アフリカへと渡りを行う。移動は主に夜間に行われる。その年の天候によっては、ベルギー、オランダ、イギリスなどで秋に一斉に移動する。 ヨーロッパコマドリの群れが見られ相関である。春の渡りは北海沿岸を経由し、4月前半に集中する。なお、鳥の渡りが知られていなかった古代イギリシャのアリストテレスは、ヨーロッパコマドリを白びた異上びた木の冬の姿だと考えてようである。グレートブリテン島のヨーロッパコマドリ、特にオスの成長は基本的に流暢で、イギリス国内での移動にとどまるが、 少数、主にメスは冬の間を南ヨーロッパで過ごし、さらにその一部はスペインへまで渡りを行う。日本ではヨーロッパコマドリは流鳥としても渡り鳥としても分布していない。しかし極めて稀にだが観察記録があり、1990年11月に千葉県市川市の行徳長獣保護区で一個体が捕獲されたほか、1995年5月には、 山形県酒田市飛び島で一個体が観察されている。また、その他に1993年5月奈良県大台ヶ原でも目撃されている。しかし、ヨーロッパコマドリはカイドリとして輸入されているため、これらが野生個体の名鳥であるのか、カイドリのカゴ抜けであるのかは不明である。日本鳥類目録改定第六版、2000年では足を同定できない自然分布とするには、 疑問がある論文として公表されていないことから本編中での掲載はされず、検討中の種として扱っていたが、海底第7版、2012年では名庁として正式に掲載されており、分布は北海道、本州、千葉、奈良、飛島、山形県、ヘグ島、石川県。ヨーロッパコマドリは繁殖期にはよくさえずり、日中から 夕方までさえずる。字には、夜もさえずる個体があり、さよなき鳥、ナイチンゲールと間違えられることもある。オスの成長だけでなく、メスや、幼鳥もさえずる。さえずりは、チュリー、チュルチュル、ホイピーホイピーチュリー、チュリリリ、チュリッチュリなどと、長い節と短い節を不規則に組み合わせており、標準的なさえずりというものは存在しない。イギリスでは、 繁殖期である12月末頃から6月中旬までのほか、7月末からは幼鳥がそれより2週間ほど遅れて成長が再びさえずり始める。この夏から秋のさえずりは初冬にはなく頻度が低くなる。また、2つの期間の間となる6月中旬から7月中旬にかけてはさえずらない。地鳴きはチー、チリリのような高い声である。 イギリスにおいては12月中旬から2月中旬にかけて津いを形成、3月下旬から巣作りを始め、4月末から5月の初めには産卵を終える。ヨーロッパコマドリの巣はお椀状で、外側に小枝や枯れ葉、内側に細い根や草など用いて、地面のくぼみや苔、根の隙間、地面近くの幹の軌道のほか、捨てられたやかんや、 植木鉢などの人工物なども作られる。卵は白色無地を基本とするが薄い赤かつ色のまだら模様や小縁があるものが多く、産卵数は通常5から6個。放卵期間は13から15日ほどで、メスのみが行う。幼鳥は2から3週間で巣立つが、その時点ではまだ胸に赤い模様はなく、2から3ヶ月経って、ようやく若干赤みがかった羽が生えてくる。 そしてさらに2から3ヶ月かかって、成長の姿となる。また、6月に2回目の産卵を行うこともある。イギリスでは人家近くの林に生息し、警戒心が弱く人を恐れずに近づいてくるため、ヨーロッパコマドリは人々に愛されている。土を掘っている人間がいると、掘り起こされたミミズなどの餌を探すために好んで、近づいてきたり、人間が一休みしている時に、 地面に立てられたシャベルの取っ手に泊まり周囲を見張って、入りする。一方、大陸ヨーロッパのヨーロッパコマドリは、森の中に住み注意深いとされる。また、地面に掘り返された餌を探すため、イノシシなどの大型の野生動物にも近づく。また、ミミズなどの他にも、ニワトコなどの果実も食し、餌代にも訪れる。冬の間は、オスとメスが、別々の縄張りを持つ。 また、オスメスともに、目立つ場所で泣くなど縄張りを固示する行動をとり、外敵が来ると赤い胸をそらして威嚇する。特にオスは縄張りに、他のオスが迷い込むと冷酷なまでに、時には相手が死ぬまで攻撃を続ける。多種の鳥にさえ、特に理由もなく攻撃するといった行動も観察されている。生後1年間の死亡率が高い。 卵のうちすらつのが55%、そのうち年内に死亡するのが77%ため、ヨーロッパコマドリの平均寿命はわずか1.1年で、ある。しかし、その1年を生きながら得ることができれば寿命は、比較的、長く、これまでの長寿記録は12年である。ただし、野生下で3年以上生きるものは稀である。ヨーロッパコマドリはかつて英語で、 レッドブレストと呼ばれるようになり、さらにそれが略されて、ロビンとなった。コマドリをはじめ、赤い胸が特徴的なものにはしばしば、ロビンという名が付けられることがあり、小松組、総市長などが挙げられる。なお単に、ロビンというと、ヨーロッパでは本州を、アメリカでは小松組のことを指す。ヨーロッパコマドリの学名のうち、俗名は赤い小鳥を意味するギリシャ語であり、 主相名はそのラテン語訳である。また、ドイツ語名が、フランス語名が、イタリア語名が、と、諸言語でも、喉が赤い小鳥、または赤い小鳥といった意味の名が付けられている。なお、日本語名は、コマドリ、コマドリの近煙種と考えられていたことによるが、そのコマドリの名は、さえずりが馬、奥の鳴き声に似ていることに由来する。ヨーロッパコマドリは、民話やなどに、 よく登場する。いかに代表的なものを二つ挙げる。また、特徴的な赤い胸の由来にまつわる話もいくつかあり。その一つによると、かつて、ヨーロッパコマドリは全身茶色一色であったが、十字架にかけられたイエス・キリストの痛みを癒すためかれ、側で歌を歌い、あるいは、茨の冠を外そうとして、その際にイエスの血によって胸が赤く染まったという。他にも、 煉獄で焼かれている死者に水を運ぼうとして焦げた。煉獄の火を地上に運んできた味噌サザエが、ヒだるまになってしまったため、それを助けようとして焦げた、などという話もある。前述のように、民話や伝承の中でしばしば、ヨーロッパコマドリは味噌サザエとタイになって現れる。かつては、それぞれ、オスのみ、メスのみだと考えられており、神の温度り、神の面取りとして、 夫婦とみなされていた。また、イギリスでは、ヨーロッパコマドリが、新年の魂を宿し、ミソサザイが、旧年の魂を宿しているとして、クリスマスや、翌12月26日制ステファノの日に、ミソサザイ狩りが行われていた。そのため、19世紀半ば以降クリスマスカードには必ず、ヨーロッパコマドリが描かれるようになった。他にも、殺傷するとたたられる。 死に際のヨーロッパコマドリをつかむと一生手が痙攣して治らなくなるなどとも言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。